年玉を届けに行きたいなと思います。残せ残せ残せ。金が増えるとやっぱ嬉しいな。あげたくないっていう気持ちになってきちゃった。どうしよう。残せ残せ。では贈呈したいと思います。ありがとうございます。めっちゃ坊主。編集者にお年玉を届けよう。以前ね、YouTube の、まあ、編集者の子がいるんですけど、もう皆さん結構コメントでもうこんなに親身になってくれる方はもっと優しくした方がいいとか、まあ確かになと、何かしら恩返しというかね、お年玉ということでお金を渡そうかなと。チャンネル登録者数6万円用意しました。まあ、ただですね、もちろん6万円ただね渡すだけじゃ面白くないので、この年末年始ですね、どこも地方競馬やってます。で、今大井競馬場にいるので、編集のね方は京都にいるので、まあ、届けに行かないといけないわけですよね。その届けに行く道中ですね、年末年始毎日ギャンブルをやってですね、この6万円で増えたお金を渡そうじゃないかと。6万円以上渡したいんです、気持ちは。まあ、高速代とかもこっから引いていくと、まあ、全部の出費ですね。まあ、いくら残るか、残るかって言ったら減る前提だけど。ということで今回はこの6万円を持って明日から大井競馬参戦していきたいと思います。まだ増えても減ってももう俺の金じゃないからな。増やすモチベーションないな。どうせ俺の金じゃなくなるんだろう。違う、これ感謝企画だから。そうだね、感謝の思いを込めてですからね。愛を込めて札束も大げさだけど受け取って。花束より札束の方がいいよね。札束あればだって花束も買えますからね。でも花束は札にはならないから。よし、じゃあまあまあ一応ね、これを握りしめてこれ入れといて、あ、一応だからここにあのお年玉って書いておこう。この6万円が一体いくらになるのか、この1週間をねギャンブルしながらね、ちょっと長編になると思いますけど、どんなドラマが待っているのか楽しみです。よし、じゃあちょっとお年玉がね増えるように、枕の下に、あ、増えねえな、寝てる間に増えるわけねえな。何言ってんだろう。明日から1日目どうなるのか、移動しながらだからな、大変だよな。まあのんびりやっていきましょう。おやすみなさい。おはようございます。東京大商店の朝です。こちらお年玉、現在残金6万円ですね。まあ、これを持って大井競馬場で1日格闘していきたいと思います。まあこの後ね、年末笠松とかそっちの方まで移動したいので、お金をね使いすぎると高速道路に乗れなくなってしまうので、でご飯もね質素になってしまうので、まあ、なるべく今日買っておいてですね、資産に余裕を残しておいて贅沢に移動しながらね、お年玉届けに行きたいなと思います。すげえ車 URA、 なんかめっちゃかっこいい車いるんですけど、めっちゃかっこいい。年末年始お年玉企画行ってきます。ください、いらっしゃいませ。フレンチトースト一つ。フレンチトーストです。6残せ。あー外か。10伸びろ、10伸びろ。あー11はいいけど、あーあかんわ。よし、そのまま70、ほぼそのまま70。ひもあれ来い。77残せ。70、70、11、止まれ。70、あー安いわ。いや、これは安いんちゃうか。
前止まれ。いやー遅いわ、ハチがあかんや。うわマジか、あー登録に7頑張れ、7かわせ。あー弱ー、ダメなのか。あー無理か、全然無理や。よしよしよし、行け、そのままそのまま残せ、そのまま残せ、そのまま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 、何もくんな、残せ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 。うわマジか、最後に報告いたします。ちょっと実家の近くにいるので、また荷物を取って年末年始年越しの準備していきたいと思います。今日はねもう競馬負けたんで、ただ飯が食えるとこに行こうかなと画策してます。じゃあ行ってきます。いらっしゃい、気をつけて。よいよ年を。よいよ年を。今日競馬で負けてしまって、なるべくね出費を抑えたいので、偶然にもですね今日キャンピングカーのねアンバサダーを務めていたカーステイという会社の忘年会があるということで、あのただでいいそうなんで、そちらで夜ご飯をいただいていこうよと思います。いやーよかった、なんとか夜飯代節約。静岡まで来ちゃいました。いや自分でもすげえな、もう2時とかだけど。年末年始ギャンブル企画1日目が終わりました。現在は今静岡県の牧之原サービスエリアに来ております。はい、6万円からスタートしたこちらのお年玉、今日の出費はですね、食費なんと朝ごはんのフレンチトースト550円だけでございます。食費はね本当にギリギリまで抑えることができました。で忘年会にね参加した際の、駐車代交通費が500円、そして、競馬場への入場料が100円で、競馬がですねなんとですね購入金額が 17,200円も買ってしまっていて、で当たったのがたったこれしかないと。でしかも鳥紙っていうね、その当たったのにマイナスになるという、そう流しした変なの来いと思ったら、まさかの 1,2,3 番人気で決まるという悲劇が起きてですね、なんとそれが、払い戻しが2150円、すなわちですね今日の競馬の結果はマイナス 15,050円でございます。いややばいですね、こんなにマイナスになってるとは思ってなくてですね、もう高速道路に乗ってしまったということで、高速代もこの後ねまた明日以降に加算されていくので、ちょっと残機によってはもう高速道路が禁じ手になってきてしまう可能性も出てきたと。なので今日はね大井競馬場せっかく行ったんですけど、あもう唯一のね
戦利品はこちらですよ。はい、カレンダー手に入りました。というわけでね、1日目の残高確認しておこうと思います。残金がまあまあ、でもまだお札がね全然ありますから、4万とあと3800円、まあ、だとしても4万円まだあるんで、まあ、全然まだまだ余裕でしょう。ということで1日目1日苦労してお金を減らすっていうね、謎のね、苦労してお金を稼ぐならまあわかりますけど、苦労してお金を減らすっていうね、何をやってんだっていう、あのギャンブラーだから楽してお金を稼いでるんじゃないんです、苦労してお金を減らしてるんです。簡単じゃないってことですよ。逆になんかこの外れ馬券もまあ一応残しておきましょう、うん、これも戦った記録ですからね、まあ実質お金、元お金ですから入れておきましょう。まあでもまだまだっていうかまだ1日目ですから、ね、全然これからです。よし、今日は寝ましょう。こんばんは、お年玉を持っていこうかなと。え、お年玉欲しい？欲しい思ってるん、嬉しいっていうので一応頑張ってはい、頑張るなんで、まあまあ、わかりました。はい、一応じゃあ楽しみにしていてくださいっていう報告です。楽しみにしておきます。はい、してます。じゃあまた来年、良いお年を。良いお年を。はい、で今回の遠征からですね、また新しいポタデン持ってきました。ちょうどねこのラックのサイズにすっぽり入ったので、こちら2000ワットタイプの、まあ、大容量バッテリーになりますね。もう今 USB ももうフルに稼働させていて、これ今ね残り残量 50% ですけど、ソーラーパネルでね、また朝起きたらどれぐらい発電されているか楽しみです。あとね、これ実家帰ったらね、あのお母さんがあったかい布団買ってくれてて、ラッキーと思って、あのもうそのまま持ってきちゃいました。なんか薄いけどあったかいみたいな、いやこれは車中泊にむしろ最適。全然冬、今年の冬マジで余裕だな。あー、よし、明日もギャンブルしに行く予定をね立てていますんで、いい旅ができますように。じゃあとりあえず今日はおやすみなさい。よし、エンジンかけるとソーラーと合わせて今143W 入力ですね。いやこれはめっちゃ効率いい。これ充電するね、入力のコードが2つ入れることができるので、2パターンソーラーと走行両方で一気にダブル充電できるっていうね、めっちゃ充電も早くたまりそう。今日もギャンブルをしに行くんですが、ガソリンもそういえばやばいな。ちょっとガソリン入れないとスタミナが切れそう。あーやばいな、ガソリン代もそういえばこのお年玉から捻出しないといけませんので、いや結構きついかもな、意外と移動しながらギャンブルでお金を増やすっていうのは、まあ、とりあえずでも入れないことはしょうがないんで、今日も出発していきましょう。給油を行う油種の満タンボタン、給油する数量金額を指定。10キロぐらいですね、燃費あります。さあ高速代はいくらなんだ。4000円ぐらいかな。3030円、安い。一応軽自動車の 20% オフと深夜割引の 30% オフで、まあ、ほぼ半額で来れるので、
まあ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 、意外と思ったより安かったな。よし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 。って言ってももう今日3000円とガソリン代1920円でもう各5000円の出費か。今日はですね、競馬ではなくボートレースに行ってこようと思います。静岡あたりがね、競馬全くないんですよ。まあ、先に言っておくとね、競艇はただの素人なので、まあ、全然うまくいかない可能性の方が高いです。もう今日はね、娯楽です。こうちょうどいいとこが空いてた。よし、ではお年玉を握りしめて、いや少しでも触れますように行ってきたいと思います。それを主体にちょっと展望していきます、はい、果たしてスタートに行けるかどうかですよね。マークカードをお入れください。ありがとうございました。3着スタート、サイアウト6コース2、6号艇村松。競馬に向けてちょっと移動していきましょう。よし、金はできた。いや、まさか競艇で増えるとはな。いやー、金が増えるとやっぱ嬉しいな、単純に。
明日ね、笠松競馬場に行きたいので岐阜県ですねまで移動するんですけど、せっかくね浜名湖来たので浜名湖のね夕暮れ日の入り見ていきたいと思います。今左側がね浜名湖競艇場ですけど、めっちゃ綺麗でしたね。いやー、浜名湖競艇場ありがとうございました。あ、帰りね、これ。買い場を与えなくてはインディーチャンプ号に173円高いよ。レンゲル三角で停車しています。馬だっていつもピッカ。さあ、笠松競馬場ね明日行きたいので静岡から岐阜に移動していきます。お金にね、まあ、余裕はできてないけど、まあ、昨日の負けは取り返したんで高速道路使っちゃいます。高速乗ってちょっとすぐなんですけど、このサービスエリアで少しね休もうかなと思います。ちょっとこの先渋滞している、事故渋滞があるみたいなので時間もったいないので、今日はねこちらジューシーハンバーグ作っていこうと思います。これはですね、あの静岡にしかないハンバーグ屋さん爽やかを本当は食べたかったんですけど、もう年末年始はかなり激混みで、もう夕方前に今日の受付全部終わってたというレベルだったんで、代わりにですねかなり味が近いこちらのジューシーハンバーグ、こちらはですね静岡県のファミリーマートにだったら大体売ってるハンバーグです。静岡にせっかく来たんだね、爽やか感を味わいたいです。
今日のご飯ができました。で静岡に来た味を楽しみたいと思います。いや昼うなぎ食べて夜はこの爽やかなハンバーグ食べれて、いや幸せです。いただきます。うめえ。毎日ギャンブル生活2日目が終わりました。ちょっとねもう夜中2時半とかでめっちゃ眠くて、今日1日の振り返っていくとですね、残金がですね1日目終了時点で 43,800円、6万円からすでにもうマイナス1万6000円だったんですけど、はい、今日はですね食費がうな丼1100円、ファミマジューシーハンバーグと野菜で1328円、であとね今お土産でちょっと買ったコッコ270円、であと次交通費が高いですね。ガソリン代が、1回目1920円、で2回目のガソリン代が4476円、であと高速道路ね3030円なんで、まあまあまあ大幅にね、もうだって2日で昨日の夜まだ東京に大井にいたわけですからね、大井横浜静岡と来て今もう岐阜にいるんでだいぶ移動してきましたね。夕日を見た弁天島の駐車場が410円、であと競馬場の入場料が100円で、今日競馬場じゃねえか競艇場か、今日の競艇の結果がですねなんとプラス 14,800円ということで、まさかの競馬で負けといて競艇で勝つっていうね、まあ、そんなことがあるのかということでですね、残金が、昨日の 43,800円から増えまして 45,966円になりました。1日通したら意外とプラス 2,000円ぐらいにしかなってないのか、だから今日 12,000円使ってるな。やっぱ高速とガソリン代が高いんで、いやまあ生きてくってお金かかるな。まあお金かかるんですけど、まさかのお金が増えるっていうこともあったんで、まあ割とね、なんで今日は余裕ができたのでちょっと贅沢してね夜ご飯も食べたり、またね高速道路も乗ってるんで、またねこの高速代が明日加算されてしまうのでね、明日は競馬本業ですから、いやよりね期待できるかもしれません。いやマジ眠い、ちょっとね睡眠が大事なんで早めに寝ましょう。電気の残量が、あ今 42% か。でこれね今使ってるのは冷蔵庫ですね。ちょっとね、あそうですね、もう今すでに雨降ってて明日も雨っぽいんで、いやそうなるとソーラー発電ができないっていうのが痛いですね。ほぼ電気もソーラーと走行充電でダブル充電で、まあ、ほぼプラマイゼロではやってはこれているので、いやー明日晴れないとなーっていうことはありますね。この42っていう数字がね、まあでかいんで結構すぐあと何パーかなって気になるんですけど見ることができます。とりあえず今日も寝床を用意して、まあ意外とね寒くはないんで、お母さんがね買ってくれた布団がね結構これあったかくて、まあ、そのおかげで電気毛布とか使わずにね暖房も使わずに済んでるので、いや節電です。で机もねここに収納できるようにしたんでね、この年末に、いやこれもちょっと DIY してよかったです。で寒いんでここはのれんをかけておきましょう。バンバのれんです。よし、じゃあおやすみなさい。また明日、明日は競馬場で笠松行ってきます。オグリキャップの故郷、アンカツの故郷、
柴山雄一の故郷。おやすみなさい。2日風呂入ってないんで風呂代もねちょっとそろそろここから捻出したいので、今日の夜はね風呂入って年を越したいので、最後に2023年いいことありますように。では行ってきます。知ってる人がいる。お久しぶり。久しぶり。はい。馬主席ありがとうございます。前に居候した馬主さんの再会です。ありがとうございます。はい、ちょっと走る。そうなの。走る。僕が笠松で信頼している大黒舎さんです。ちょっとまた後でね勝負レースがあるみたいなんで、1回100円で予想を買うことができるんで、ちょっとまた後で来ようと思います。とまたは的中券を入れるか生産ボタンを押してください。このレースは締め切りました。全密やん。3番ウィングランブルーを突き放せ。6番パトリー2番手ウィングランブルーゴール。それでもやっぱ乗せてもらった関係者の方々にすごい感謝して、新人賞おめでとうございます。素晴らしい。やっと発馬券。投票券をお受け取りください。ありがとうございました。よし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 。931931931931。あー1詰まっとけ。あー931。あーあー1頭は安い。あー9残せよ。だどう。いや9は残ってたら当たってるけど、どうなん。あ、買いに来ました。はい、8です。はい、これはお願いします。逃げ馬がさ、急に残ってない、ババ的に。はいはいはい。展開的にね、この人みたいな馬も、はい、早めに仕掛けやんと差し遅れるリスクもあるけど、人気になるけど、結論は一応、あ、じゃあ、3番に。ありがとうございます。はい、楽しみだ。宝くじ買った気分だ。900円も。はい、ありがとうございます。外回る差し前には不利なババかもわかりません。いや、なんやねん、早いな。このレースは締め切りました。お取りください。お取りください。ありがとうございました。外枠来い。外枠。よし、外枠。あ、10来た。あ、10、13。10、13。13、4止まれ。4と、あ、ど、ど、ど。4番2着。10番、4番。12番。え、待って、じゃあ。4番、当番。4番残っちゃってるかな。4番残ってんじゃん。
ルーフター番、当番、13ない13ダメだな、13読んじゃう。8レースお願いします。いやこれもう笑おうな一番そして無理やと思うね。あ、これ二等軸ってこと。二等軸マジで、まあ、僕は3連覆にしたけど OK、 ちょっと急ぎます。生産ボタンを押してください。投票券と現金をお受け取りください。ありがとうございました。2番来い、外来い、外、2から2から勝っとる。俺タッチしろ、タッチしろ、2は2、タッチしろ、あー3着までない、タッチしろ、何タッチしろ、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 うちから来たかな、あー緑、あー10、電池が来ちゃった。頼むぞ、一番頼むぞ。あー前座が、あー11、3着あるやろ、11、11の方が強いだろ、よしよし残せ、大丈夫やろ、よし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 、よし、いやーよしよしよし、今日はやったやろ。終始はまた後ほど。あー結構並ぶな、久しぶりの風呂に入りたい。しかも夜ご飯に誘っていただいて食費も浮きそうです。よしよしよし、馬券で金を増やして、増えた金も使わない、飯は終わってもらう、最高の最高ですね。とりあえず笠松競馬さんありがとうございました。よしちょっとじゃあ久しぶりのお風呂に行きましょう。金はあるんや。去年も実は来てますね、こちらのお風呂は。岐阜はいっぱいお風呂待って安いんで助かりますわ。ちょっと競馬関係者の方と忘年会があるそうで誘っていただいたんで。はい、2023年最後の日なんですが、もうそんなことよりね、明日の競馬がありますから、明日はこの笠松から名古屋競馬場へ移動していきます。およそ1時間ですね、今から名古屋競馬場の方へ向かっていって、途中ね道の駅がありそうなんで、そこで年を越そうと思います。いや恵まれてばかりの2023年でしたね、最後の最後まで。いやちょっとここで止まろうと思ってましたけど、目の前の道路でかなり音が、多分これはやばいんで、年越しできる場所を探さないといけない。これがホームレスのリアル。年越しとかより今日寝るところを探すのに必死です。ちょっと別の場所を探します。どうだここの道の駅は。あ、めっちゃ混んどるやん。目的地に到着しました。意外と車中泊するんだな。2023年最後の車中泊地は道の駅、なんていうの、立田立田ふれあいの里。JP スターとハイラックスタイプもいる。うわ楽しそう。ちょっと探検してみましょうか。年末年始毎日ギャンブル生活3日目が終了しました。いや今日はいい日でしたね。というかなんとか寝るところが見つかってよかったというか、結局道の駅で寝るっていうか年を越すっていうね、もう日常ですね。こちらのお年玉いくらになったのか、今日はですね残高 45,966 円からスタートしてですね、今日かかった出費はですね、まず食費360円でございます。安い。
そこでおせちをいただいたり、で夜は忘年会にね呼んでいただいたりして、何かとねもういつも通りのひもかつをやってるわけですよやってるわけっていうかね、普通に呼んでいただいたんで行っただけなんですけど、なんともう食費がほぼゼロに近いと。で交通費がやっぱかかっていて、高速代が静岡から岐阜まで、2070円で、あとはですね今忘年会行ってきた時に、駐車場代が605円かかりました。であと風呂ですね、これね600円って書いてあったのに行ったら年末年始料金で750円とちょっと150円損した気分だったんですけど、競馬場の入場料が100円で、あとはですね、大黒社、予想屋さんの予想を聞いたのが200円で、馬券がですね、購入金額が7900円、当たり馬券がですねなんと22700円、締めてですね合計今日はプラス14800円になりました。いやー素晴らしい。笠松はねなんだかんだで締め切りブザー鳴ったら本当にちゃんと締め切ります。だいたいあと1分ぐらいいけんだろうって思ったの。なので笠松行ったらベル鳴ったら本当に締め切ります。これ気をつけてください皆さん。なんなら予想屋から予想買ったのにそれすら買い損ねるっていうね、もう何やってんだろうっていう、ただ100円を無駄にするという謎のことやったんですけど、まあそんなこんなでですね、馬券でお金は増えた割に食費はおごってもらうっていうね、もうダブル利益が生じてですね、こちらが今の残高ですね。あ、これも外れ馬券の絵は56,681円ですね。というわけでスタート6万円からほぼ 3,4,000円しか減ってない。だいぶこれ生活費というか移動代をだいぶ稼いだんじゃないか。もっとねちょっとなんかこのまんま中途半端に6万円も意味ないので、ちょっとどっかで一発ねやっぱ大勝負をしてね、もう10万単位にやっぱしていきたいですよね。どうせなら明日も名古屋競馬行って、で名古屋で川崎の馬券も買えるんで、明日は川崎でねちょっと勝負していきたいと思います。今ね明日の予習が終わってですね、あーって思ったらですね、年が明けてました。しれっと1月1日になってたわ。いやー明けましておめでとうございます。昨年は砂丘に月の出を見に行ったり、ちょっと正月っぽいことをしたんですけど、いややっぱね毎日ギャンブルやってたらそんな暇ないね。もう毎日のその予習復習でもう精一杯なんで、明日勝つことがもう大事なんで人生で、うん、もう年が変わってましたねっていうぐらいちょっと集中してました何のやっぱ一人で生きてると、でテレビもないと周りに流されないんで、であんま SNS とかも見ないんで、いや気づいたら年が変わっていたと。そんなこともあります。もうねでもベッド展開してあるんで、もういつでもね寝れるように。いや本当ねこれテーブルの足作ってよかったですね。お座敷スタイルでこう机も使えるようにしてるんで、簡単から何言ってんだって話だけど、まあ、とりあえず明日のね名古屋競馬場、そしてね場外の川崎、それをね勝つことがまず2024年最初の目標ですね。いや楽しみだな。そうだね、はい、もう寝よう、一時だし明日の健康状態が大事だ。でこんな感じでお座敷用の足をつけました。いやこれは本当よくできてるわ、自分で言うのもんだけど。でこのまんまここに収納できると、これが長年の知恵ですね。おお、完璧完璧、グーの音すぎるわ。明けましておめでとうございます。変わらずにただの朝ですね。朝7時18分に爆音でラジオ体操が流れるっていうね、多分なんかの誤作動っぽかったんですけど、いや最悪の目覚めをした2024年でございます。はい、変わりましたね年が。2023年も2024年も結局この車の中、そしてギャンブル狂いっていうのは何一つ変わりませんでした。大事なのは競馬をやることですから、今日競馬をやりに行きます。バッテリーは現在 36% で、今上ですねインプットが149入って、下が 10W 消費しているということで、まあ冷蔵庫をつけてるのでその分と、まあ、やはり、ね、ソーラーパネルでだいぶ寝てる間に溜まってるんで、いやー本当に電気が永遠になくならない気がする。いやー太陽の日差し万歳、
無限に金と電気は増える生活や。いやー、競馬カレンダー2023ありがとう。今年は南関東の競馬をじゃあ楽しんでいきましょう。こんな感じでレースの開催日と場所がね書いてあるので、もうすぐ競馬行けますね。で今日は1月1日元日、これ、川崎の競馬がやってますよとっていうのがね分かるので、今日はね川崎競馬を馬券買って、あとは名古屋で現地観戦楽しんでこようと思います。いやー、ギャンブル狂いのカレンダーやな。ちなみにここにたくさんいるマスコットキャラクターは勝丸くんというね、川崎競馬場のマスコットキャラクターになります。僕は川崎出身なので、この川崎への愛が人よりちょっと強いです。名古屋競馬場にやってまいりました。元日から何をやっているんだと言いたいんですけど、絶対人は多いはずなんで、元日競馬楽しんでこようと思います。では今から決戦の地名古屋競馬場行ってきたいと思います。今日もではこのお年玉を握りしめてですね、もうハッピーニューイヤーにするにはもう自分の手で馬券を手にするしかありませんから、戦ってきます。では行ってきます。放送のままタイト、よし、タイト、タイト、押し切れ、タイト、タイト、タイト、残せ、残せ、よし、そのまま、そのまま、よし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 、よしよし、あー、そのオレンジャーか、あー、 10? あー、10いらん、あー、山崎、山崎、あー、最悪や、10にしらんわ。よしよし、10止まれ、笹川やめて、11でいい、11でいい、11でいい、残せ残せ、笹川やめて、笹川やめて、11、11、あー、やられる、11、11、頑張れ、よし、盛り返せ、11、11、11、よし、
よしよしよし、今ブロックしていけ、競ってくんな、8で、やめて、よし、7、そのまま待ちでやめろ、お待ちでやめて、野端残せ、8ってなんだよ、7、最悪。ひとみさん、刺せ、ちょっとメインが終わってからだとここ抜けるのに1時間以上かかるので、渋滞でちょっと早めにね、名残惜しいですが退散します。また明日は別の競馬場へ行ってきます。いやー、いい勝負ができたな、楽しかったけどな、今日は。出品の時間です。インディーチャンプゴールド、買い場を与えないといけません。あー、でもそんなしかも高くない。なんですけど、園田競馬場へ行きたいと思います。なので今ここ何県だっけ、名古屋か、愛知県にいるんですけど、どうだろうな、高速使うと3310円かで、多分深夜割引が入れば3割減になるので、まあ2300円ぐらいで行けるかな。で、高速を使わないと4時間とかかかるんで、どっかのサービスエリアで寝るのが一番ですね。どっかシャワーある高速道路なかったっけな。お金は割とまだ結構あるんで、まあ残しておいてもしゃあないんで、まあまだ大丈夫でしょう。あと3日ぐらいかな、乗り切ればいいんで、もう全然余裕だと思います。高速道路乗っちゃいましょう。まだ金は大丈夫です。明日また増やせばいいんで。じゃあちょっと高速道路でちょっと泊まれるとこ探していきたいと思います。では言葉に甘えて高速道路行っちゃいます。こちら三重県の鈴鹿パーキングエリアで車中泊しようと思います。ここはね、シャワーがあるんですよね。こちらですね。はい、1日ね、名古屋競馬場で格闘してきました。名古屋競馬ね、前ね作ったこちらのキャッシュレスカードがあったので、まあ、こっちの方がねもう断然並ばずに買えるので、今日は1日これで買ってました。で、そうするとなんかもう一覧の明細がこうやって出て、この払い戻し丸っていうのは当たりっていうことなので、当たり外れもねすぐ分かるという、いや結構便利ですね。で、1日格闘した結果ですね、3000円から入金して一時はプラス1万ぐらいいったのかな、なんですけど、最終的にはですね、こちらです。4300円。
なので3000入金していたのでたったプラス1300円という。いや今日はねドカンともう勝つか負けるかの勝負をしたかったんで、この川崎9レースで単勝12倍を1000円買っていたのでもう12700円と。でその増えたお金で川崎10レースですね、ここで勝負して7倍1着固定で3連単もねもう人気薄しか買わないとかねいう攻めた馬券を買ったんですけど、いやーこの川崎10レースの1万勝負がね外れてしまいました。いやこれが当たってたら大プラスっていう感じで終わったと思うんですけど、なんか中途半端な、結果になってしまいました。毎日ギャンブル生活4日目が終了しました。いやもうなんか今三重県の鈴鹿パーキングエリアにいるんですけど、外めっちゃ寒いです。なんですけど今車内はめっちゃ暖かくて 25.5 度あります。もうヒーターガンガンに焚いて、もう電気もねあるし、4日目の今日の収支発表していこうと思います。今日使ったお金はですね、まず朝飲み物で160円使いました。競馬場で唐揚げ700円、そして今そこでね夜ご飯1050円、そしてあとねガソリン代ですね、こちらが4379円で、あとはですね賽銭ですね、名古屋競馬場の前で一応ね気持ち初詣じゃないですけどね入れたんですけど、こちらが11円っていうね、はいすいませんケチで、ちょうど余ってた小銭がもう11円で100円はちょっとなみたいな、馬券買えるしみたいな躊躇して11円で、今日の競馬の結果が、プラス1300円というすげえ微妙な金額、お年玉残高見ていきましょう。5万1000と681円ですね。はい、というわけで6万円から始めた割には、まあ、意外とまだ8000円ちょっとしか使ってないと、このもう4日間でって考えたら、まあ、そうですね、頑張ってる気がするな。逆に5万円あげたくないから、なんかやっぱもっと競馬やろう。そうだな、そうだね、逆にめっちゃ増やしたらもう6万円でいいよってさすがに言いそうだから、6万円もあげたくねえよ。最初はすげえ、去年この企画を始めた2023年の俺は本当に感謝の思いで6万円あげるつもりでやってたんだけど、いやいざ競馬をやっていって現金をこうやって手にしてしまうと、いやこれは俺のものだっていう、あげたくないっていう気持ちになってきちゃった。どうしよう。そうだね、あげてももう6万ぐらいあげてもいいやって思うぐらいやっぱり当てよう。明日と明後日の競馬で1日2万ずつぐらいは余裕で使おう。うん、そうだね、2万ずつ負けても、だからどっかで1レース1万円勝負とか大勝負して、その10万とかね20万とかそういうぐらいのね桁に行こうと思います。うん、なんとなく分かってきた。この移動代とかでガソリン代がどれぐらいかかるかっていうのがあんまりちょっと読めてなかったので、あんまりね馬券勝負できなかったんですけど、まあ、一番勝負した最初の日にめっちゃ負けるっていう謎の出費もあったんですけど、なんとなく掴めてきたんで、いやもうこんな残しててもしゃあないんでね、ちょっと明後日で、ね、もうどんどん使っていきましょう。お年玉袋がもうすげえシワシワになってきちゃったけど、まあこれ勲章ですね。明日も頑張ろう。
注文どうぞ。あ、パリミックスチョコで。ミックスチョコで、はい。600円台ですね。はい。1つ目で、はい、お願いします。ありがとうございます。おはようございます。朝もねシャワーも浴びてアイスも食べてバッチリです。いやー、日が出たらあったかいし、夜は夜でね、この電気毛布使っているんですけど、もう電力がねあれば全然余裕です。こちらポータブル電源が全然まだ半分以上残ってますね。 55% で、今入力196とか入ってソーラー発電もできてるので、いや、この 2000W タイプのポータブル電源まだ残りだから 1000W 以上残ってるっていうことなので、いや、これ1台で今賄えてるのマジですごいと思います。今まで散々ポタでいっぱい積んできたのに、 6000W ぐらい前積んでたのかな。でも今これ1個で賄えてるんで、いやー、今日も電気があれば快適な車中泊が送れます。よし、ではその竹馬場へ向かって行きましょう。こっから三重県の鈴鹿から園田まで1時間半ぐらいですね。目覚めの名水コーヒー、もう北海道の思い出です。あ、うめえ。この透き通るブラック、運転席側に置いてたら冷蔵庫入れなくてももうキンキンですね。もう冷えまくってるんで、本当にこの運転席側とあとカーテン隔てたこっち側で全然温度が違うなっていうのが、まあ、ある意味自然の冷蔵庫でありがたいですね。よっしゃ、行くで。今日は勝負やで。さあ、滋賀県栗東市に入りました。懐かしいです。滋賀県栗東市に一応5年間競馬記者時代は住んでたんで、思い出の地です。ちょうど今右側が京都競馬場ですね。週末に行きましょう、帯チャレンジを走り。さあ、高速代いくらなの。いや、うわ、結構すんだ。2320円。はい、今1時間半ぐらい運転してきたんですけど、すげえ電力 100% ですわ。もう99になってるんで、これ今ソーラーが190入って、でこれダブル充電できるので、走行充電とソーラー充電で多分合わせて 300W ぐらい入っていたので、でまあ2時間ぐらい運転してきたので多分 600W 入ったのかな。だとしても早いな。いやー、嬉しい誤算。しかもこれ充電してる音が多分かなり静かですね。全く音若干してるけど、いろんなポタ電使ってきた中でかなり静かな方だと思います。いやー、電気も溜まったんでね、あとはお金をじゃあ作ってこようと思います。今園田競馬場の近くのコインパーキング、まあ以前もね泊まったことがある場所なんで、ここで、車止めてね2日間参戦していきたいと思います。では準備していきましょう。あ、明けましておめでとうございます。いや、今日は園田に来てます。あ、夜ですか。あ、いいですね。行きましょう。わかりました。ちょっと人稼ぎしてから行ってくるんで。よし、馬主さんから園田に来ていると言ったら夜ご飯のお誘いがあったんで、もう夜飯代タダです。いや、頼むよ。これに入りきらないぐらい持ってきたいと思います。言うて結構まだでもないな。まあ今日 2,3 万使ってもまだ生きていけるんで、よし、行ってこよう。今日もこれを握りしめて川崎のレースで勝負して、園田はちょっとパトック見て遊び程度で、今日はこの川崎の11レースですね。これが予想している感じでは12番パーティーモード。いや、これに全てを捧げたいですね。4時35分にこの生活の未来が変わります。ちなみに競馬場は1回1000円なので、もうこの時点で駐車代が半額得しました。では戦ってきます。吉村さん、よし、114でいい、ほぼそのまま。吉村さん、吉村さん、あー、外やめて、あー、外出しかよ。三百。内訳、内訳、ああ、くっそ。
速だろ。やりや。1、1、1、1、1、1、1、よし、1、1、1、1、1、よし、あと黄色来い、黄色、黄色、黄色、よし、そのまま、よし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 、1号11、1来た。やられるか。蜂残せ、蜂残せ、蜂残せ、残せ、残せ。あー、吉村君を取れる。新原、よし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 、よし、そのままや。新原、よし、いい腹、いい腹、伸びろ、伸びろ、あー、もうよし、頭で来い、いい腹、あー、せめて3着、あー、せめて3着、あー、マジか、止まるかい、あー、マジかよ、止まんの、あれで。あんなカーズおらんもんな、大体。カモミヤか。前止まれ、前止まれ、あー90、あー差し決まれ、差し決まれ、あかんわ、その組み合わせはあかん、あー1ミリもしくね、最悪や、今日一の勝負、園田が決めちった瞬間に川崎も締め切ってね、まさかの変えないという結論で、しかも当たってたっていう、もうありえんわ、最悪。いやーマジありえないわ、今日一勝負だった川崎11レースがもう締め切られて買えないっていう、いやー発売時間内でもなんか園田が締め切ったら他の場も全部締め切るっていう仕組みらしいです。いやー機械損失、いやーめっちゃ損した気分、一旦車に戻ります。買ってたはずなのに、あーめっちゃ損した気分や。ただいま明日の予想をしていきましょう。いや我が家へ帰ってきた安心感、ただ寒い。現在 11.8 度、寒い。いやここちょっと明けっぱに行ってしまったのがちょっと痛恨だな。窓からねこの冷気が入ってくるんで、いやミスった。ちょっとヒーターを一旦つけましょう。今車の電源もかなり運転してきたのでかなりフルに近い状態。 94% ですね。 2000W の 94% なのでもうかなり回復してますね。また明日これソーラーつないだら一瞬で回復すると思います。いやー最高、快適快適。寒さもね電気があればなんとかなるという。いやちょっと動画編集が進んでないので今日はちょっと動画編集に備えましょう。布団出しっぱ、はい、今ねパソコンつけたんですけどこれ電源がね今まだ入っておりません。というのもですね、こちらポータブル電源、電気をね使ってない時間が一定時間経過すると、まあ、自動でね電源がオフになってしまうという、まあ、安全といえば安全なんですけど、いやこっからねその主電源をオンにするのは結構めんどくさいんですよ。でこういう時にアプリあるとめっちゃ便利だなと思って今使ってみようと思います。今 DC と USB はオンになってるんですけど、
この AC コンセントはオフになってるんですよね。なんでこれ使ってなかったんで自動でオフになってしまっていて、これを押すと多分自動で電源が入ります。ではオンにしてみましょう。これで今電源が入ったんでパソコンにも通電されるはずです。あ、行きましたね。はい、っていう感じなんで、いやポタ電の電力もねこうやってスマホでやりくりできるの、まあ、荷物やっぱごちゃってしてるんで、ここで手伸ばしてボタンをねどこだっけってやるのが省けるというね、時代は進化してますね。でもうねお座敷スタイルでこっからね、あとはもう机もね、もうかなりパソコン置いてもまだこれだけ広々してるんで、この秘密基地感がいいですね。毎日ギャンブル生活5日目が終了しました。いやー今日はねもう勘弁してくれよ。昨日はキャッシュカードの暗証番号を忘れてキャッシュレス投票ので、買いそびれて、で今日はまだかは、ね、発送時間まで全然時間あるのに買おうと思ったら、もう園田の最終レースが終わったら他の他場川崎のレースとかも全部もう売りませんと言われて、はぁみたいな。もう今日一の勝負が川崎の11レースだったのに、結局この川崎11レースを、はい、もうこんだけ予想してたのに、でしかも解明までもうマークシートも塗ってましたから、はぁっていう園田ルールに敗れてですね、なんと今日は競馬の結果はマイナス12,490円、まあ馬券をね17,200円もまあ買ったわけですよ。なんですけど結局今日一買いたかった、1万ぐらい買いたかったレースが買えなくて、また中途半端に、まあ中途半端には結構負けてるんですけど、的中は1回だけで4710円ということで、まあ締めてマイナス12,490円ということになりました。まあ今日の生活費としては、ただもう食費が朝サービスエリアで食べたソフトクリーム600円と競馬場でドリンク買った140円、であと高速代が2320円で、今ね夜ご飯食べに行ったナンバーまでの交通費が880円で、朝ねシャワー浴びたので200円ということで、まあ、出費自体はねかなり、あの食事は ほぼしてないっていうかね、してない上にごちそうになるっていう、本当は競馬場で食べたかったんですけどめっちゃ並んでて、で園田と川崎両方競馬やってたらもうそんな暇ないんですよ、飯を食ってる暇が、ってことに気づいたんで、明日はちょっとちゃんとご飯食べてから行こうかなと思います。というわけで残高は、あでもまだお札が全然あるし、35,051円か、元お金のに仲間が増えました。いやー逆にこんだけ外れてんだ、すげえな。いやー勝負レースが今んとこ一回も当たってない&買えないっていうね悲劇が起きてるんで、ちょっと明日最後なんで、もう明日はとりあえずこの35,000円は全部ちょっと勝負していきたいかなと。いやーちょっと学んだわ、園田は最終が終わったら全部締め切るということを学んだので、いやー明日はだからちょっと早めにメインレースとか、あんまり後半のレースでだから勝負しない方がいいってことを学んだんで、またね最後これを握りしめて明日一日頑張ろうと思います。いやーこれ USB が4つさせるのもいいな。iPhone、これタイプ C とマイクロ USB で、これタイプ C でマイクロ USB と、いや全部コード一緒にしてくれよって思うんですけど、タイプ C もあんのか、あー全然余裕だな。でこれサイズがね縦長のおかげで、こっちとこっち側にもね荷物を置けたりするんで、今までの 2000W だとここ横幅マックスいってたんで、かなりねスペース的にも今節約できてます。もうなんだかんだで年末年始毎日ギャンブル生活も、もう5日目が終了するということで、もう1月3日ですからね、もうそろそろ正月感はないんですけど、てかまあそもそも正月感ないけど、いやー明日はもう雌雄を決しましょう、もう勝つか負けるかしかないんでね。いやーマジでな、とりあえず買い損ねというか、まあ、それが一番の機会損失なんで、明日はそういうことがまず起きませんようにっていうことが何よりの祈りです。でおやすみなさい。明日はとりあえず今あるお金をとりあえず全部かけましょう。その結果が編集者へのねお年玉プレゼントと。おやすみなさい。
よし、では泣いても笑っても今日が最後のお年玉チャレンジなんで、これを握りしめて年末年始毎日ギャンブル生活集大成、今日こそ変な買い方ミスとかね、間に合わないっていうミスはないように全力で勝負していきたいと思います。では最終日出勤です。まだ 35,051円残金が残ってるので、全然まだまだ勝負できるし、金を残しておく必要もないので、一発10万20万を当てていきたいと思います。最後に神様が味方してくれますように。八が三着まで来い、差し決まれ。あー、そんな強いの。強いわ。1、4でいいよ。あー、4が出遅れてるやん。4、詰まるなよ。4、なんもダメや。3止まれ。おマジかよ。当たらん当たらん。せっかく5が来たのに。2来い2。いやー届かなー。全然合わんわ。頼むよ、金久保、金久保、早めに追ってけ、3着までで来ればいいんだぞ。9頑張れ、18、9ならある、3着まで来い、伸びろ、ダメだ、ダメだ。無理や。ありがとうございました。よし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 。音がやめて。よし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 。よし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 。手応え抜群。いや、あるだろう。ついてけ。あれ、なんかコーナーが下手。野端、頼むよ。刺せ。野端。刺せ。マジか。三ちゃん。よし。矢野さんやめて。2がいなくなれば当たる。2止まって。8、9でいい。笹川。2止まれ。8。だ。うわ。どんだけ前残んで。
さあ最後頼むで。6頑張れ6。よしよし10も来た。いやいいぞ。あと5が2着なら10来い10。15-6。15-6。15-6。15-6。15-6。ああ5来すぎ。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 毎日ギャンブル生活無事に終わりました。いや無事ではねえよ、全然無事ではない。 YouTube 編集者に感謝の思いを込めてお年玉を届けたい。一体いくらになったのか。最終日の戦いを経た結果はこちらです。ドーン。あー札がねえぞ。6万円から始めたこの毎日ギャンブル生活、末路はですね51円しかないっていう。いやこれ私に行くのなんかやだな、すげえ気まずいな。でもないんだもん、ないもんはないからしょうがないんだけど、敗因を分析するとですね、ちょっと前半はやっぱり自信があるレースでもこの後あと何日か続くからお金残しとかなきゃっていうね心配があったんで、やっぱりなかなかね馬券を買えなかったっていうね、張れなかった。で張ったレースに限って、まあ、昨日はなんか締め切ってるし、その前はなんか張ったレースに限って全部1万以上張ったレースだからことごとく外れてるというね、あんまりかけてないレースに限って結構当たるっていうね、いやそのちぐはぐな感じな。はい、ということで負けました。辛い。感謝の思いはもっとあるんですけど、僕の実力が51円しかなかったということです。いやこんだけ負けてますから。いや逆に言ったらこんだけ戦ったわけですよ。もう戦った証ですよこれは。失敗というのはですね、挑んだからこそあるものなんです。戦わなかったら確かに6万円そのまま残ってたかもしれないんですけど、逆に言ったら6万円以上増えることもなかったわけですよ。そのね挑戦した結果、だってこれ多分買った購入金額だけで結構な額いってますからね。挑戦があるからこそ失敗があるわけです。なのでもうこれは失敗とは言いません。どういう反応するんだろうな。51円逆に反応を見たいですね。年末年始毎日ギャンブルをすると6万円が最終的に円になるという結果はですね、51円と元お金になるというトリビアの種が生まれました。タモリさん何部先ですか。ウィーゴーバン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 。うわー。というわけで、これをねじゃあ編集者のところに渡しに行こうと思います。はい、ではね編集者にちゃんとお年玉持ってきました。ちょっと企画は電話で説明してたんですけど、希望金額は、はい、理想は諭吉が1枚入ってたら嬉しいけど。なるほど。好きな偉人ランキング1位は福田諭吉で言いますからね、うん、では贈呈したいと思います。ありがとうございます。結構分厚いある。あるあるある。めっちゃ分厚い。パッて出してください。ちょっと待って頑張りました。いやいやそれ元お金なんで言っていい。めっちゃ勝てない。だから頑張ったんだよ。大井とか笠松とか行って兵庫通り越してるやん。兵庫まで行ったん。ちょ無駄遣いしてない。ごめんなさい。ちょっとその分は高速代確かに無駄遣いちょっと通り越しました。一瞬、ね、頑張ってくれたやんな。そう でもな、出稼ぎに行ったわけですよ通り過ぎてまで。ありがとうございます。気持ちは嬉しいです。すいません。じゃあまあ本年もこんなんですが、はい、よろしくお願いします。もっともらえると思って感謝の気持ちを込めてと思って、うん、藤の森神社に行って、うん、お土産まで買ってきたんです。あまあプレゼント交換みたいなもんやな。そう別交換。もうこれじゃあ私からのお年玉ということで。マジか、はい、まさかの10日交換やな。全然10日じゃない。あ交通安全のということで、じゃあ損したわ。これちょっと51円と
トレードということでお守りをゲットしました。ありがとうございます。はい、今回はですね、今年からね一緒に旅をすることになったこちらエコフローさんのデルタ2マックスというねポータブル電源を最後に紹介していこうと思います。いや、このね電源はですね、最初に言っておくとですね、普通に僕が欲しくてですね、エコフローさんにお願いして、いただいたという品でございます。なのでリアルにこの車生活をしている、まあ自分にとって本当に必要な機能があるなと感じたので、そのね、どこがメリットなのかっていうところを最後にお届けしていこうと思います。エコフローさんはですね、実際に以前の動画でもですね、このデルタ2というね、こちらマックスというさらに大きいバージョンなんですけど、デルタ2をね実際に、お仕事で使わせていただいて、まあ、そこで使った時に、あ、エコフローさんの製品結構いいなと、実際使ってみてさらにいいなと思ったんで、今回こちらの製品を、新しくこのバンライフに一緒に旅していくことにしました。こちらはですね、容量 2000W というポータブル電源の中ではもうほぼ最上級クラスですね。実際車に乗せようと思ったら多分このサイズまでが一番大きいという大容量の 2000W タイプで、出力は 2400W まで、まあ、いけるので、まあ、まあほぼ何でも動かせます。こちらのデルタ2マックスの評価ポイントその1はですね、ダブル充電。はい、これはね動画中にも何度かね今お話ししたんですけど、はい、こちらですね、ここで充電するね、コード、差し込む場所がね、まあ、何箇所かあることによってですね、ソーラー発電もしながら、なおかつ走行充電もできるというね、もうダブルで充電できるという点がいいかなと思いました。これ一つしかないね、ボタ電の方が多分ほとんどだと思うんですよね、今まで使ってきた中で。なので、ソーラーと走行ね、両方できるっていう点が、なんで充電速度がめっちゃ効率よく、もう 300W ずつぐらいとか入っていくんで、これが実際問題使っていく中で、評価ポイントとして大きいかなと思いました。評価ポイントその2は充電速度。はい、こちらは充電速度がめちゃくちゃ速いです。僕はねデータオタクなので、まあどれぐらいこのね充電速度が優秀なのかという表を作りました。それがこちらです。はい、これがですね、充電時間満充電 2000W するのにですね、まあ、1.6 時間という時間でございます。まあ、これね、容量によってね、それは容量が大きいから大きいほど充電に時間がかかるっていうのはね、まあ当然なんですけど、なのでその誤差をなくすためにですね、100W あたりの充電速度っていうのを調べてます。まあ、それがですね、下なんですけど、こちらが 4.8 分。はい。なので 4.8 分で 100W ずつ入っていくんですよ。すごくないですか？なので、これはですね、僕が今までだから集計したデータの中でも 4.8 分は多分最速ですね。5.3 分とかはあるんですけど、で、これ何がいいかっていうとですね、充電速度が速いと、僕の場合はね、だいたい快活クラブとかで充電させてもらったり、まあ、快活クラブとかの場合はですね、10分100円とかで、もういればいるほど時間が、お金がかかってしまうので、充電速度っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。でね、急遽ね、例えばこれね、持って出かけようっていう時も、充電朝、ああ、し忘れたって時でも、まあ1時間とかあれば、もうほぼほぼ回復するんですよね。っていう意味で、充電速度っていうのはめっちゃ大事で、で、このエコフローさんの製品はね、まあどれも充電が早いっていうのが、まあポイントなんですけど、デルタ2、以前ね、ちょっと紹介したデルタ2だと、100W あたり 7.6 分なんですけど、こちらは、デルタ2マックスになると 4.8 分っていうね、さらに早くなると。いうことで、まあ、これがね、多分世に出てるポータブル電源の充電速度の中では多分ギネス記録なんじゃないかと、わかんないですよ。僕の勝手な調べの中では最速レベルなんで、これがね、ちょっと評価ポイントとして今回、皆さんに紹介しておこうと思いました。評価ポイントその3は静音。こちらですね、とにかく音がめっちゃ静か。ちょっとね、ポットとか、あとね、パソコンでね、すごい電力を使っていると、やはりファンが回ってね、熱を放出するんで、まあ、ブイーンってファンが回る音っていうのが進みます。あと、充電するときも、まあ、充電速度ももちろん速いんで、その分ね、ファンが回って音がするんですけど、これ、今まで使ってきたポタ電の中で多分一番静かです。他のやつはすげえグイーンってなってね、快活クラブとかネットカフェでこれ充電すると他のバッテリーによっては結構やっぱうーんと音が鳴るんで、そういうの一切気にしなくていい。ファンが回ってる時の音声がこちらなんですけど、聞いてみてください。はい、こんな感じで、本当に気にならない。これに関しては音へのストレスっていうのは全くなかったんで、まあ、その点もね、このエコフローさんの製品が僕が欲しいなと思った理由の一つです。評価ポイントその4はアプリが便利。はい、これもね動画内で、お届けもしたんですけど、アプリでこの電源のねオンオフを切り替えることができるんですよね。
あのね、そんなにね必要ないじゃないかと思うんですけど、そのアプリがめちゃくちゃ使いやすくて、前回のでエコフローさんはどれもねアプリが共通してたんで、このアプリが使いやすかったのでエコフローさんの製品を使いたいなって正直思いました。で、何がそのアプリの何がいいかっていうと、これね両サイド、こっちはコンセント AC コンセントで、こっちがあの USB とか使えるんですけど、まあ、要するにですね、端っことかにこう車の端っことかに置いといて、ここが塞がってたら電源オンとかね、どこだっけボタンとかっていう探さないといけないんですよね。でそれをもう気にしなくてアプリでオンオフをできたり、まあ、あとはねこの残量メーターですよね、電気があと何パーセントだっけっていうのをね、ここ見えればいいんですけど、例えば運転席側から見えなかったりしたとしても、あのアプリですぐ確認できるんですよね、うん、これもあの横からとかも見れるし、ものによってはね正面からしかあの見えないみたいなメモリーとかもあったりして、あとメモリが結構これ大きいんですよね、残量が。ダメ出しするところが本当にないんですよね。今までいろんなポタ電、多分このチャンネルでも紹介してきたんですけど、だからその音が、ファンの音が大きいっていうのと、あとメモリが見づらい、であとボタン押しづらいとかっていう、今までなんだかんだ何かしらストレスがあったんですけど、いやこのポタ電は本当に弱点が正直ないですね今のとこ。あえてですねちょっとデメリットを上げていくんですけど、デメリットは、このやっぱ横幅ですね、横幅が 49.7 センチか、ここの幅がだから結構あるんですよ。なんですけどこれ逆に言うとですね、この取っ手の部分を除けば、まあ、43センチとかそれぐらいしかないので、実際想像以上に小さいという、横幅もないという製品になります。これ取っ手があるけど、この下とかは荷物置けたりするんで、その公式のプロフィールよりはこの49センチ丸々ここがあると結構大変なんですけど、それがない分あの軽キャンピングカー、この狭い軽自動車でも置けてるんで、まあデメリットといえばデメリットなんですけど、この上だけなんで、まあそういう意味ではそんなにね、だから想像以上に邪魔にはならない大きさっていうところがたのが、使ってみての感想です。デメリットもう一つがですね、まあ重さですね。こちらは重さがですね、23キロかあるので、まあ、ちょっとやっぱ男性でも片手で持つには1分も歩けないですね正直。両手で持ってもまあ結構しんどいんで、まあ女性だとまあ多分ちょっと持つのはあんまりおすすめはできないんですけど、ただこれはあの当然ですけど 2000W っていう大容量だからです。まあなんでそんな重さなのに僕はこれ欲しかったかというとですね、結局この 2000W ある割には軽いんですよ。でこれもですね、僕の独自データによるとですね、あの 100W あたりこちらは 1.15kg なんですよ。で今までのあらゆるポタ電を見てきた中で、この 1.15kg っていうのは、これも最軽量レベルですね。この安全なねリン酸リチウムっていうね、リン酸鉄リチウムっていうね電池を使ってるのは基本的には重くなりやすいんですよ。まあその分安全なんですけど、リン酸鉄使ってる中では23キロといえども、僕のデータ市場は最軽量なんですよっていう意味で、容量もある割に軽いし、でそんなに大きさも使ってないし、で充電速度も速いし、でまあ結果論ですけど音も全然しなかったんで、やっぱりこれで良かったなということで、ポータブル電源って使ってみて後からねなんか不満が出てくることはあるんですけど、今ねあの年末年始の動画撮ってから、今これまたさらに数週間後に撮ってるんですけど、まあその後も何のデメリットは本当にないので、自分のデータに狂いはなかったと。でそれをもとに、いやこの製品欲しいなと思って、今回紹介したいなと思ってレビュー動画として最後、良かった点と、少しね弱点というのも、まあえて挙げさせていただきました。まあ、日々ねポータブル電源ってのはどんどん進化していくんでね、後からできたものの方がね機能は良かったりするかもしれないんですけど、まあ、現状今んとこ軽バンライフ市場の中では、まあ、自分にね一番合うポータブル電源かなということでですね、まあ、気になった方はねぜひ概要欄から、ポータブル電源エコフローさんのデルタ2マックス、興味があった方は下の方からご覧いただければと思います。というわけでね、2024年はですね、また、新しいポータブル電源を持って、そして新しい車をね手に入れるために、また軽バンライフ、軽バンをしながら、そしてバンライフも極めながら日本全国旅していこうと思います。2024年もよろしくお願いします。ぜひ今後もご覧いただけるよう、チャンネル登録、そして面白かったよという方は高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。2024年もよろしくお願いします。皆さん2024年の夢は、僕は2台目キャンピングカーを手に入れるぞ。